こんにちはカシャエル一の今日のインテリジェンスは今させていただきます。今日はウクライナ軍情報部の部,部長の話と、それとプーチンは病気のオンパレード本当本当ねかわいそうになりますよプーチンがねえ、こんなに病気やったのそんな感じですよ。まあ、えー、ね、えー、始めますね。まあ戦争に勝利するにはね、やっぱり優れたインテリジェンスが必要というのは皆さんご理解いただけるかと思います。でもですね、まあウクライナ軍にはそれがあるわけですよね。 まあ今回はねこのウクライナ軍の情報部長の話をちょっと紹介しようとこう思うんですよ。プーチン追放のためのクーデターはすでに進行中であるとウクライナの軍情報部長は、えー、暴君は8月までに退陣するると考えているその一方でとあるオリガルヒが、えーえー、ロシアの指導者は血液がんだと主張していると。ウクライナ軍の情報部長は昨夜 ウラジミール・プーチンを排除するクーデターがすでに進行中でロシアは今年前までに戦争に負けるだろうと主張したとキリロ・ブダノフ少将36歳、まあ、この人ですねこれは、えー、紛争の転換点は今年の夏の終わりに訪れ最終的にはプーチンがオフィスから追い出されることになるだろうと述べたと、まあ、大統領じゃなくなるということですねで、えー、ブダノフ少将はスカイニュースに内じてスカイニュースというのはイギリスのメディアなんですよ ススカイニューにに対して次のように述べたと分岐点は8月の後半になるだろう今年中にはほとんどの活発な戦闘が終わるだろう最終的にロシア連邦の指導者交代につながるだろうこのプロセスはすでに開始されているその結果全領土でウクライナの力を更新することになるだろうとブダノフ将軍のコメントは、えーまあ、そう述べたとこういうことですね。ブ,ブダノフ将軍のコメントは、戦争が始まって以来、 ウクライナ公館が出した最も明るるい評価であると、まあ、ウクライナにとって明るいとこういうことですね当たり前ですけどねしかしウクライナ軍の情報部長はロシ,ア軍のロシア軍と戦車がウクライナの国境を越えてその領土を奪おうとすることを正しく予測した数少ない高官の一人であった、まあ、専門家もみんな間違えてましたからねしかしロシアが主張する軍事力に反駁するために彼はモス,モスクワの軍隊を 武器を持った人々の群れ武器を持った人々の群れですよこれ後で説明しますけどすごい表現なんですよと決めつけこの大々的に宣伝されているロシアの力は神話であると付け加えたのであるとあのねあのこれさっき言ったね武器を持った人々の群れってあるんですけどこの群れっていうのは人がちょっと群れてるってそういうことじゃないんですよこれ言語英語の、ね、言語では「ールドなんですよね「HORDE」o R D、でねこれね 動物の群れですよだからもうロシア軍のことをねもう動物並みに扱っているとこういうことなんですね、まあ、ロシア軍は完全に見下されているとこういうこともできるでしょうだ8月の後半にまあ多分これね、えー、クリミア半島と東部地域が奪還されるんだろうなとこれから予想することができますまあその次にね病気ね、えー、病気のプーチン病気で満身創痍のプーチンについてお話しします プーチンは心理的にも肉体的にも非常に悪い状態にあると称しがんやその他の病気を患っていると述べたとプーチンの健康状態は今年に入ってからさまざまな憶測を読んでいるとある病気の治療のためにステロイドを使用したために彼の顔は目に見えて膨れ上がっていると言われているとまた最近のビデオ映像では震える手を支えるためにテーブルを握りしめている姿が映っているとあの右手ギュッと握ったやつですね この憶測はあるオリガルヒ、えー、名前はユーリだけ呼ばれているが録音した音声音声を欧米のベンチャー投資家が入手し、えー、ニューライン紙と共有したと言われていることに起因していると、えー、ニューラインと、ね、いうのは、まあ、ネットの雑誌なんですね,あのねあのちゃんとだからあのホームページにもあります、えー、さき昨日ある匿名のロシア人オリガルヒがプーチンは血液がんで重病だと主張したこのオリガルヒはクレムリンと密接な関係にあり 身元を保護するために「有利」とだけ名乗っているがプーチンが患っているとされる健康問題の多くは彼が血液機であることと関連していると主張しているとまたプーチンはパーキンソン病を患っていると言われている今週の戦勝記念日のパレードでは赤の広場をぎこちなく歩く姿が映し出されたニューライン氏はオリガルヒンの身元と雇用を認証することができたがプーチンを批判したことで反響を呼ぶ可能性が あるるため名前は明かさないいとしているとプーチンは通常よりも公の場所に,公の場に姿を現す頻度が少なくテレビに映し出される時もその出演は厳しく制限されているしかしクレムリンはプーチンのどの映像を公開するかについて細心の注意を払っているにもかかわらず彼が体調不良であることを示す証拠がいくつも出ていると。で、えー、っと月曜日プーチンはモスクワの戦勝記念日のパレードで演説をした。 戦勝記念日はロシアが、えー、第二次世界大戦への関与,関与の終わりを記念して毎年祝う行事であると。プーチンはおそらく足を引きずっているのを隠すために赤の広場をぎこちなく歩く姿が映し出された。えー、とまたその日のモスクワはカッシ48度これはまあ摂氏9度ぐらいですね摂氏9度と比較的温暖であったにもかかわらず、えー、膝の上に毛布をかけて演説を見守る姿を見られた。 その中でこのオルガルヒはプーチンの健康状態に関して多くの主張をしており、うん、その証拠としてプーチンが腰痛に悩まされていく今度腰ですわ腰痛に悩まされていくことを強調していると言われているプーチンは2021年10月に腰の手術を受けていると4月22日プーチンはセルゲイ・ショイグ国防相と相談しあ会談し 滑稽なほど小さい机の前に座ってうつむいたままずっと万力のように机を握っているのが目撃された3月にはロシアの首都へ開かれた戦争支持派の大規模な集会で演説した後プーチンが左足に体重をかけて短い階段を降りているところを撮影されたまたベラルーシの独裁者アレクサンドル・ルカシェンコとの会談では、えー、椅子の肘掛けを握りしめる姿が映し,し出されていると。 彼は世界の指導者や他のロシア軍関係者と会談し巨大な宴会宴会サイズのテーブルを両端に座ってコロナに対する特別な予防措置を取っていると報道されたとプーチンに会う人はコロナの厳格な検査を受けることが要求されたとリンパ腫や骨髄腫などの血液のがんは形質細胞のがんであり骨の病気を広範囲に引き起こす可能性があると。まあだから あの血液がんだったんですよねニューラインズの主材に対してアシュレイ・グロスマンオックスフォード大学内分泌学教授はこのような病気は、えー、脊椎や背中に影響を与える可能性があるとかだったさらにこのような病気の治療には顔がむ,か、えー、むくむようなステロイドや脱毛をもたらす化学療法が含まれるとプーチンは脱毛になれ悩まされて腰痛の次は脱毛ですわ。 悩まされていることは知られていないが骨髄腫のような他の血液がんは化学療法を必要としない傾向があるしかし骨髄腫は脊椎の圧迫につながる可能性があるこのようなタイプのがんの治療は患者の免疫システムを弱めることでありプーチンがコロナとの距離を置くことに慎重であることを説明するのに役立つかもしれないプーチンがかかっているかもしれない血液がんの種類はオリガルヒが えー、無名のベンチャー・キャピタリストによって密かに記録されたもので、えー、特製されていないまあどんなタイプの血液癌かっていうことはまだ分かってないとこういうことなんですねまあねこの「有利」がねまたあれなんですよプーチンのことが嫌いで嫌いでって話なんですよねしかし有利が、えー、ロシアの指導者を軽蔑していることは明らかだったプーチンはロシア経済ウクライナ経済そして多く,他の多くの経済を絶対にダメにしたとこのオリガルヒは語ったとニューライン紙は伝えている。 問題は彼の頭にある一人の狂った男が世界をひっくり返すことができるのだまあ,あの一人の狂った男はこれプーチンですね、えー、彼はプーチンがウクライナ侵攻の公術としてナチスとファシストを、えー、見つけようとしているといったことを非難しさらにロシアの指導者がガンで死ぬか、えー、彼に近い人々たちによる内部告発で死ぬことを我々はみんな願っている とだと言ったまあだからみんなねみんなオリガルヒの皆さんはもうプーチンに対して死ね死ね死ねと <laughs> こう思ってるとこういうことですよねそりゃまあそうでしょうね有利、えー、はウクライナで1万5000人以上のロシア兵と4000人から5000人の民間人が死亡したことについてプーチンには個人的に責任があると思う信じがたい話だ何のためにソ連のアフガン戦争で 10, 10年間に殺した人数よりも多いのだ、えー、ニューラン医師はこのオリガールヒとの ととととの身元の音声を認証することができたというと同志はこのオリガルヒの名前はロシア大統領を批判したことで直面する可能性がある反響のために明らかにしないと述べている、まあ、名前がバレたら粛清されますからねただでさえオリガルヒがどんどん暗殺されてるのにねまたこの人も死んだら後味悪いですよねえさらにユーリーは2021年にロシアを離れその純資産で「フォーブス」のロシア富豪トップ200のリストに入ったと付け加えた。ニューラインズ氏によると のの大部分はイユリが西側の制裁からどうすれれば立ち直るるかを尋ねるのに費やされたというとだやっぱりね普通の経済人にとっては今の制裁っていうのは生きていけないんでねあのなんとかなんとか制裁を解除してもらえないかっていう希望がやっぱり大きいんでしょうね。しかし当初は彼がクリミア半島の併合に先立つ2014年にロシア指導者があった20名から30名の側近の一人であると。 元欧州安全保障担当責任者が述べてていいたととも伝えていると、まあ、だからね、まあ、このオリガルヒがねあのユーリくんですかユーリ君がプーチン大嫌いっていうのは、まあ、これは当たり前すぎるほど当たり前ですよねだからやっぱりみんなオリガルヒのロシアのオリガルヒの人はみんな多分プーチン今嫌いですよねあいつ大嫌い早く死んでくれ死んでくれ心の中では思っている、まあ、実際にね自由でパキンとやることはないんでしょうけどみんな嫌われてるんだろうなそういう感じですね。 でしかもね面白い事件があったんですよプーチンの健康状態に関する憶測に拍車をかけるようにプーチンは水曜日いつもは主役であるアイスホッケーの試合を欠席したロシアの指導者は毎年5月に行われる、えー、ロシアの、えー、ナイトホッケーリーグ全国大会の試合で氷の上を滑るのが習慣になっているしかし今年はプーチンが参加することが期待されていないにもかかわらず代わりに氷上、えー、の戦いの幸運によるビデオメッセージを送ったのだと。 大統領がこの試合を欠席するのは、二千十二年以来2、二度目で、一度目は健康上の問題によるものだった。二千二十一年五月、えー、プーチンはアイスホッケーが自分の長寿をもたらすと自慢し。だから、俺はこんなやってるから、長生きなんだよな。そういうことを言うわけですね。で、その時の健康状態をめぐる噂をその時の出演で発見したのだ。かつ、てプーチンは、ホッケーは人生を延長し、人生をより,より質の高い。 より深いい意味ののあるるものにすると述べていた一方プーチンが間近に迫った手術に備え公の場で姿を現すための影武者多分これパトルシェフのことでしょうね、えー、が用意されていると木曜日に報じられたロシア大統領はウクライナとの戦争で軍が苦戦を続ける間2日から10日間ほど行動を停止する可能性がある影武者を使うことでロシアがプーチンがロシアを完全に支配しているっていう体制を保つことができるとテレグラムチャンネルの「 ジェネラル S これ,これチャンネルの名前なんですよね。えー、は述べていると。反プーチンのチャンネルが主張する彼の医療問題はビクトール・ミハイロビッチという偽名で知られる亡命クレムリン中将の内通者からの情報に基づいているとされていると。まあ、内部情報が相当ボロボロ盛りれて,てこんなに病気だよと。だから改めて見たすごいね。血液がでしょ腰痛でしょあとハゲでしたっけ <laughs> なんかすごいですね。 もう病気のデパートみたいな感じですよね。まあね、で、だから、まあ、これはね、前回、前々回かな、これ、前回、ちょっと繰り返しになりましたけど、ちょっとこれも繰り返しておきますね。また、先週、プーチンがウクライナや、えー、西側諸国を核兵器で攻撃する命令を出しても。最高司令官が彼の体調が悪いと考えているために、無視されるだろうとも報じられた、えー。ロシア問題の専門家で、オープンソースの調査グループ、ベリングキャットと提携しているクリストゴローチェフは。 グロゼフ氏は、えー、軍の安全保障の有力者だけでなくオリガルヒの取り巻きもプーチンが死にかけて重病だと考えていると述べたと。側近たちはプーチンはすぐに死ぬかもしれないと考えているためハルマゲドンを引き起こしたとして現在のニュルンベルク裁判に相当するものに引き出される危険を側近たちは犯さない,犯さないだろうし敵である反対勢力を殺せというプーチンの命令にも従わないだろうとグローゼフ氏は主張したと。まあ、これはあの前回ね あの前に作った動画と同じですよね。で度重なる数の書くの動画だったんですよね。ロシアの大統領は、二月二十四日にウクライナへの侵攻が始まった。十後に、モスクワの核戦力を限界体制に置き、ウクライナでの戦争が彼,彼に逆らい続ける。中で、ボタンを押す可能性があるとの懸念が高まっている。と、西側諸国がウクライナへの支援を強める中。 プーチンはロシアの戦術核兵器を配備する意思をほのめかす薄らられレを浮かべながらロシアの軍事ドクトリンは敵を撤退させるために核を使用できると考えている一方ロシアはウクライナでの戦争がつまずくと核兵器による妨害行為にますます頼るようになっている先週国営メディアはほぼ毎日イギリスとアイルランドを核の津波で高波で一掃するといった脅迫を行ったこれも結構しつこくやってるんですねだから沖合に 過をボンと落としたやんで,で、大きな津波でね、えー、沈めたるぞと。ほんまやんかな、北海沈めたるでみたいな、本当にヤクザのおっさんの丸出しみたいな。そういう恫喝の仕方をずっと永遠してるんですね。まあ、だからね、でもね、ロシアがね、いくら恫喝しても。英国は故郷としてよなとみなされてるっていうのは、こう全体の流れから見て明らかじゃないでしょうか。あとはですね、ここで問題なのは、さっきの軍情報部長ですね。 軍情報部長の予,想予測が当たるかどうかじゃないでしょうかね当たれば8月制ですからもうあと今が5月としてあと3か月ぐらいですかあと3か月ぐらいできれいに、えー、センスコンセンスは終わるとただね僕は思うんですよ今回ねすごくお金かかってるんですよあのー、すごい援助もらってるでしょあれ多分ただの部分もあるけどただじゃない部分もあるんですよ でレンドリースやーとか言ってますけどねレンドリースあれ返すんですよ基本的にはそれは基本だ返さない国もあったっていうだけの話であれ基本的に返しますからもしねウクライナがアメリカの側につくんだったら絶対あの借金は全部返さなきゃいけないですからいつまでも無料年収じゃないんですよねですからそれを返さなきゃいけないってことを考えるとやっぱりロシアに賠償問題っていうのは必ず生じると思うんですよ。これれはは、やっっぱりね、だかかからこうきれいにこう条約としてて締結されるかどうかっていういのは ちょっとただ戦争がね事実上もう終わってしまうだからロシ,ロシアがね全部ウクライナから追い出されるというのが8月の末っていうのは非常にありえる話だなとそういう場うに考えています。まあ今日はこのぐらいでよろしかったら有料編講そしてあのチャンネル登録もぜひお願いします。じゃあ今日はこれで終了しますね。